スピードスケートは一周400メートルのスケートリンクを周回しゴールタイムを競う競技。講義では一周111.12メートルのトラックを使うショートトラックスケート競技を含めることもある。ショートトラックに対してロングトラックまたはアウトトラックとも言う。発祥の地はオランダと言われ古くから冬の間凍った運河や川を行き来するための 交通手段として発達し、13世紀頃には、器物の底に、鉄製のブレードを取り付けた、現在のスケートシューズの原型が出現した。1892年に、国際スケート連盟が発足。翌1893年に、アムステルダムで、世界選手権が開催され、これが今に残る最古の世界大会となっている。日本には19世紀末に、 北海道に伝わり、その後、東北や長野など環境に恵まれた地方で競技が普及し、1929年、大日本スケート競技連盟が発足した。オリンピックの種目となったのは1924年、シャモニーオリンピックから、1988年、カルガリーオリンピックでは、初めて室内リンクが使用され、以降、1992年、アルベールビルオリンピックを、 除き、各大会で、新設の室内リンクが使用されている。選手の能力やトレーニング方法の向上、また、製氷技術の発達に伴って、記録は縮まってきたが、1998年、長野オリンピック直前に登場した、スラップスケートは、飛躍的な記録の向上を生み、機材の優劣が大きく関わるスポーツという側面が、強いことを改めて示した。 スピードスケートで使用されるリンク公式大会では以下を満たすリンクが使用される。レーンをインアウトの2つに区切って競技を行うものをダブルトラック方式という。この方式ではバックストレート上に工作域が設けられ選手はここでレーンを入れ替える。なお、この時アウト側を滑走する選手が優先される。一方レーンを区切らずに競技を行うものは シングルトラック方式またはオープントラック方式と呼ばれ団体種目で採用される。国際大会では以下の種目が開催される。試行距離500メートル、1000メートル、1500メートル、3000メートル、5000メートル、1万メートルダブルトラック方式で滑走しタイムを競う。後術のマススタートも個人単位で順位がつけられるが、 種目名として、個人種目といえば、こちらを指す。前述の通りオリンピックでは、冬季の第1回にあたるシャモニー大会から実施されているが、現在の試行距離になったのは、カルガリー大会からである。また、ワールドカップでは500メートルよりさらに短い100メートルが行われていたこともある。二度のフライングや妨害行為は失格の対象となる。 各レーン一人ずつの滑走が基本だが、1500メートル以上では、カルテットスタートと呼ばれる形式が採用されることも、ある。これは一本のレーンを二人で共有し、時間差をつけてスタートするものである。試行距離、16周出場選手が一斉に滑走し、着順に応じて得られる、得点の合計を競う。オリンピックでは2018年ピョンチャン大会から、 採用される。思考距離は4周ずつ4つの区間に分けられており、各スプリントの最終周を上位で通過した選手に、下表の通り得点が与えられる。点灯するか、周回遅れにされた選手は失格となる。滑走エリアは全種目の中で最も広く、オープントラックの競技用レーンに加え、内側の練習用レーンも使用できる。多人数が密集して滑ることから、 ヘルメット並びに肘、膝用プロテクター装着の義務付け、一周目での急加速や大幅に順位を上げる行為の禁止など安全性を考慮したルールが設けられている。試行距離、8周、6周3人1組のチームで滑走し、タイムを競う、中距離相当の団体種目。オリンピックでは2006年鳥の大会から採用される。 二つのチームがそれぞれホームストレートとバックストレートの中間地点からスタートし、より早いタイムで完走するか、相手チームに追いつけば勝ちである。三人目の選手がゴールした時点でのタイムが記録になるため、隊列から遅れる選手が出るとタイムロスにつながる。競技中は、隊列の並びを自由に入れ替えることができ、最も大きな空気抵抗を受ける戦闘を適宜。 交代することで体力を温存するといった戦略が取られる。思考距離3周3人一組のチームで滑走しタイムを競う短距離相当の団体種目。スタート地点の配置や3人目の選手がゴールした時点でのタイムが記録される点はチームパシュートと同じだがチームスプリントでは1周ごとに先頭の選手が離脱し、 ゴールするのは最後尾でスタートした一人だけになる。ワールドカップでは2015から16年シーズンから実施されているが、オリンピックでは採用されていない。国際大会、国内大会とも、主に選手権大会と距離別大会に分かれる。複数の種目の合計得点により総合優勝を争う大会で、その種目の組み合わせによりさらに選手権と、 スプリント選手権に分かれる。選手権では、男子が500メートル1500メートル5000メートル1万メートル、女子が500メートル1500メートル3000メートル5000メートルの各4種目の合計得点で総合優勝が争われる。スプリント選手権では、男女とも500メートルと1000メートルを2本ずつ滑った4種目の合計得点で勝敗を決する。得点は、 ゴールタイムを500メートルあたりに換算したもので、例えば1500メートルではがその種目の得点となる。ため、総合得点が低いものほど上位となる。この形式で行われる代表的な大会には、世界選手権、世界スプリント選手権、全日本選手権、全日本スプリント選手権がある。単純に、各々の距離別に優勝者を決する大会。オリンピックも、 この距離別大会に相当する。1周回しかない500メートルの場合、オリンピックでは1998年、長野オリンピックから、インスタートアウトスタートの有利振りを是正するため、コースを入れ替えて2度のレースを行い、その合計タイムで順位を決定するように変更された。しかし、20年が経過した2018年平昌オリンピックから、再び一発勝負に戻されている。 この形式で行われる代表的な大会は、オリンピック、世界距離別選手権、全日本距離別選手権などがある。世界を転戦する、ワールドカップは、各々の,の,のレースは、単独大会として行われ、なおかつ各距離各レースの順位点の合計をもって、各距離ごとに、シーズン総合チャンピオンが決められる。過去のオリンピックでの日本人メダリストは次の通り。他に、 各種世界大会でも特に短距離を中心に日本選手は世界にごした結果を残している。ありがとうございます。